遅くまで頑張ってるな。頑張りついでだ。なんか買ってってくんな。どれを買っていくんだ。また来いよ。いらっしゃい。よく来たわね、双子ちゃん。またいつでも来てね。どんなご用ですか？これで平気？助かりました。こちらは報酬です。Thank you.
Thank you.
スケジュール確認。
これなんて名前だっけ。さてさて、この材料どう料理してくれようか。燃料だね。店で買うと高いから冬に向けて貯めとかないと。キック、アチョー、アチョWe'll be right back.
なんだかいいことありそうな予感。レシピ結構ひらめいたね。やってみると意外に思いつくものだな。うん、これだけ思いつけば課題は平気でしょ。そろそろイル師匠に見せに行ってみよう。
はバッチリみたい。材料はこれで。よし、始めます。油断しないで。こうするとどうかな。この辺に、この辺にこれを、これでいいかな。丁寧にかき混ぜて。よし、とりあえずできた。さて、どっち、これで平気？いざ、調合！ここに入れてみよう！ズバリ、ここだ！ここしかない！ここしかない！ここしかない！師匠の抜き打ち講座よ。師匠、私たち今おやつ食べてたんですけど。
あら、それは悪いことしちゃったかしら。まったくです。というわけで抜き打ち講座はなし。師匠も一緒におやつ食べましょうね。そうはいかないわ。二人に大事なことを教え忘れてたんだもの。これを知らなかったら錬金術師としてはプニイカ、いえミジンコイカね。確かに。わかりました。おやつタイムは諦めます。よろしい。今回二人に教えるのは触媒についてよ。以上、わかったかしら。はい、触媒を入れると今までよりもっとすごい調合ができるようになる。スーちゃん、本当にわかってる？間違ってるわけじゃないけどさ。ま、実際にやっていけば嫌でも覚えるわよ。じゃあ、抜き打ち講座に耐えたご褒美、美味しいプリンを買ってきたから、みんなで食べましょ。やったー、師匠大好き。私も大好き。ありがとうございます、師匠。こっちが普通ので、こっちがかぼちゃの。どうしてそんなもの作ったの？虫なんか取ったって何の意味もないじゃん。
主さんだっているんだから。いやいや、足いっぱい生えてるし、無駄に飛ぶし、変に硬いし、黒光りしてるやつ多いし、何よりたくさんいるし、考えただけでゾワゾワしてきた。とにかくそんな道具はいらないと思います。ポイすべきだと思います。あ、スーちゃん肩にハエが。せっかく作ったんだもん、使わないと損だよね。どうで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 。限りだね。ランク制度が始まっても人気は衰えずか。やっぱり老舗だしね。うう、ジェラシー。あら、リリーにスーじゃありませんか。で、めんどくさいのに見つかった。めんどくさいとは何ですか。めんどくさいとはしているうちを羨ましげに見つめていたというところでしょうけど。う、思いっきりバレてる。そうだよ、ルーちゃんの言う通りだよ。毎日毎日大繁盛でいいなって話してたの。そうでしょうそうでしょう。なんてったって私のアトリエですからね。ちなみにアトリエはどんな感じなんですか。かんこどり、ガラガラ、回転休業。そこまでじゃないよ。そんなにお客さん多くもないけど。なるほど、そうですね。
もし2人が望むのであれば、商売繁盛の秘訣教えてあげますよ。あ、本当？教えて、ルーちゃん。結構です。ほら行くよリディ。お、待ってよスーちゃん。あ、またやってしまいました。こんなつもりじゃなかったのに。いらっしゃいませ。今日はどんなご用ですか？報告しちゃっていいかな？助かりました。こちらは報酬です。報告しちゃっていいかな？助かりました。こちらは報酬です。こちらは報酬です。いいお仕事あるといいんだけど。自然の息吹が感じられる。森にいると落ち着くな。やることやること。
私にだってできるもん。どこ行く？
いらっしゃいませ。今日はどんなご用ですか？報告しちゃっていい？助かりました。こちらは報酬です。まんまじゃない。さて、見せてもらおうかしら。うん、これなら合格よ。調合の時といい、あなたたちかなり筋が良さそうね。本当ですか？もっと褒めちゃってもいいんですよ。こら、あんまり調子に乗らないの。まだまだひよっこなことに変わりはないんだから。ただ次のステップには進んで良さそうね。二人とも夢の絵筆のことは覚えてる？はい、覚えてますけど。今の二人ならあの道具を完璧に作れると思うの。ただ、というわけで次の課題よ。夢の絵筆を作って私に見せてみなさい。私の弟子だもの。まさかできないなんて言わないわよね。よろしい。それじゃあ待ってるわ。あ、わからないことがあったら聞きに来ていいわよ。その、頑張りなさい。あなたたちにならきっとできるから。来た来た、天才的な考え。
あやだやだやだ、見てない見てない。すまんすまん、ジョーちゃんたちが良さげなものを持ってたからついな。そいつがあればジョーちゃんたち専用の装備品を作ってやれるぜ。専用の装備品、いい、お金持ちっぽくていい、ビビッキはだな。なるほど、材料を持ち込めばオーダーメイドの装備品を作ってもらえるんですね。ああ、やっぱり専用のもんってのは愛着が湧くし、何よりも手に馴染む。つわけでいつでも材料を持ってきてくんな。ジョーちゃんたちにぴったりのもんこさえてやっからよ。
商品を補充しといたぜ。また好きなだけ買っていってくんな。どれを買っていくんだ。武器を作るのか。で、どれにするんだ。材料を選んでくんな。また来いや。何？
の子食べたら地獄見たから。私にだってできるもん。思いっきり。
物がいっぱいだ。悔しい。何か捨てなくちゃいけないなんて。私にだってできるもん。さてどこに行きますか。してやろうか。
ずはいいみたい。師匠も褒めてくれるかな。スーちゃん、師匠に見せに行ってみよう。さて、さて、何を作りますか。なんだっけ、材料選択の目が命。これでいい？うん、任せて。あんまり見ないでくださいね。一味
ず変わったスーちゃん、お披露目。どこ行く？どこ行く？Thank you.
水重い。次は何するんだっけ。いらっしゃいませ。今日はどんなご用ですか？報告しちゃっていいかな？助かりました。こちらは報酬です。しちゃう？助かりました。こちらは報酬です。うん、この魔物なら平気平気。どの依頼を受けようかな。
こちらは報酬です。この依頼報告しちゃう？これでいいかな？助かりました。こちらは報酬です。商品を補充しといたぜ。また好きなだけ買っていってくんな。どれを買っていくんだ？武器を作るのか。で、どれにするんだ？防具を作るのか。どれがいいんだ？武器を作るのか。で、どれにするんだ？また来いや。できるでしょう。どう？今から王城に届けに行ってみたら？あ、そうですね。でも一回落ちてるからちょっぴり不安だな。何よ、大丈夫って言ってるのに。じゃあ私がついて行ってあげようじゃない。何か文句を言われたら私が助ける。それでいいでしょ？かけるとしましょう。
再試験お願いします。今度こそ合格してみせますから、見ててくださいね。へえ、少しの間に随分自信がついたみたいね。これもあなたのおかげかしら。さあ、ただ前のままの二人だとは思わない方がいいですよ。いらっしゃい。よく来たわね、双子ちゃん。何を見せてくれるの？これでいいかな。ありがとう。確かに受け取ったわ。またいつでも来てね。課題の内容を確認する。本当にこれでいい？じゃあ評価を発表するわよ。うんうん、いい感じよ。これならバッチリだわ。まさか短期間でここまで腕を上げてくるとはね。二人とも合格よ。アトリエランク制度への参加を認めましょう。イエーイ、やったね、リリー。はぁ、V だよ、V。 これも全部師匠のおかげです。これはあなたたちが頑張った成果よ。遠慮しないで胸を張りなさい。さすがイルメリアさんね。早速更新の指導に当たってるだなんて。あなたを C ランクとして招致したこと、やっぱり正解だったみたい。C ランク？ C ランクってどれくらいすごいの？私たちは今、スーちゃんたちは今、一番下のランクなしね。ランクは S と A から G、それにランクなしの9つ。ってことは C ランクって、上から4番目？ランク制度って、この間始まったばっかりなのに。ええ、イルメリアさんはそれにふさわしい実力者。いいお師匠様を見つけたわね、二人とも。私がすごいのは当然ですけど、この二人もなかなかの逸材だと思いますよ。何せいつか国一番のアトリエになる二人ですから。そうでしょ、ね。国一番のアトリエか。言葉だけじゃないってところ見せてちょうだいね。ありがとうございました。明日からよろしくお願いしますね。おお、びっくりした。本当にうまくいくのか。さあ、でも今のところは怖いくらい順調よ。制度のおかげで有力な錬金術師が揃いつつある。それにあの双子ちゃん、イルメリアさんの弟子になったからにはあの子たちは絶対に伸びる。だからこのままいけばきっと大丈夫。少なくとも何もしないで待つよりははるかにマシよ。だな。あと一つだけ言っておきたいんだが、その顔ものすごく悪人みたいだぜ。うっさいわね。第3話、
不思議な世界。面白いことを聞いたので確かめに来たんです。二人ともアトリエランク制度に参加したと聞きましたが、本気ですか？あ、それが面白いこと？確かに参加はしたけどさ。いいですか、ランク制度に参加するということは我がアトリエヴォルテールとしのぎを削るということ。かたやろくに錬金術の勉強もしたことがなく、制度に参加したばかりでランクなしのあなたたち、かたや今までの実績を認められて最初から G ランクを与えられている私、まさにプリとドラゴン。これを面白いと言わずして何と言うんですか。ルーちゃんって G ランクだったの？ええ、その通りです、あまりの差に驚いているようですね。いや、思ったより大したことないなーって。微妙そうですが、普通のアトリエはランクなしから始まるもので、えへへ、私たちの師匠はね、 C ランクからスタートなんだって。 C ランク？ありえません、そんな破格の待遇、私は信じませんよ。ま、別にいいけどさ。そうだな、そんなに差はないって分かったし、当面の目標はルーシャ越えってことにしちゃおっか。え？あ、いいねそれ。やっぱり身近な目標は決めた方がいいもんね。え？というわけでルーシャ、うかうかしてるとすぐに抜かしちゃうからよろしくね。相変わらずか。それはいいとして、ランクってどう上げるんだろうね。あ、試験を受けるってこと以外わかんないや。ミエユさんに聞くのが一番確実かも。うん、じゃあ話を聞きに行ってみましょうかね。
職場がいいかな。さて、どれを使おうかな。これで平気？いざ消防。ズバリここだ。ズバリここだ。こんな感じで問題さあ、綺麗に仕上げちゃおう。痛くなってきた。リリー、これってどういう意味？それはね、釜を混ぜながら入れるってことで。お、自分たちだけでもしっかり勉強してるみたいね。いい心がけよ、二人とも。あ、師匠！私、師匠が来るのを待ってたんです。あら、そうだったの。もしかして何か質問？勉強に飽きたので遊びましょ。あなた、今褒めたばっかりなのにいい度胸してるわね。渡そうと思ってたんだけど、差し入れのお菓子を買ってきたから一緒に食べましょ。お、これすごい高いやつだ。もらっちゃっていいんですか？そうなの？ま、値段なんて気にせず食べちゃいなさい。やったー、師匠大好き。いただきます。ごちそうさまです。美味しかったね。濃厚で口の中でとろけて。でもスーちゃんはさすがに食べ過ぎじゃない？あまり食べるとタルみたいになっちゃうよ。頭を使ったから糖分が欲しかっただけです。体型には気を使ってるから平気で言うた。それに私は成長期だからね。取った栄養は横じゃなくて縦に行くのだ。本当？私たち双子だけど私の方が背高いよ。実はこっそり横に増えてるんじゃ。そんなことないです。しかも背が高いってたった1センチでしょ。そんなの誤差誤差。毎日身長伸びてるし、リリーなんてあっという間に追い抜かしちゃうから。うぅ、師匠、さっきからうめき声が聞こえるんですけど。いいわね、あなたたちは希望があって。私なんてもう身長は、うん、師匠背が低いの気にしてたんだ。前で身長の話は禁句みたいだね。
よし、始めま、油断しないで。ここしかない。これでいいかな。さあ、綺麗に仕上げちゃおう。よし、とりあえずできた。どの特性を残そう。こんな感じかな。なかなか上手にできました。ねえ、スーちゃん、食材の買い出し付き合ってくれない？うん、行く行く。こっそりお菓子買っちゃおーっと。なるほど、事情は分かりました。これはある意味チャンスと言えそうです。ん？あの女の人、珍しい服着てるね。あ、ほんとだ。どこから来たんだろう。ところで、例の件はどうなっていますか？ですね、すみません、場所の選定が思うように進んでおらず。そうですか。すみませんが、大至急お願いします。今後の計画のためにも用地の確保は最優先ですから。はい、承知しました、ボス。ボスってことはすごい偉い人なのかな。わかった、計画がどうとか言ってたし、あの人悪の秘密結社のボスなんだよ。それはさすがに漫画の読みすぎだよ、スーちゃん。
何これ、今までこんなのあったっけ。いや、なかったと思うけど、誰が建てたんだろうね。若主人がこんなところでサボりですか。ああ、二人ともサボってなんかいませんよ。我ながら絵になるなぁと感動していただけです。海を見ながら佇む私、ああ芸術です。それですか。ねえねえ、ルーちゃん、ここに来ると思い出さない？思い出す？ほら、昔よく一緒に遊んだじゃない。追いかけっこしたり、おままごとしたり。ルーちゃん、いつも美味しいお菓子を持ってきてくれたよね。そうそう、あれは美味しかった。あれはお母様が持って、確かに懐かしいですね。あ、そうだ、どうでもいい妄想してるくらいだし、ルーシャ暇でしょ。どうでもいい妄想じゃありません。私の美しさは厳然たる事実。まあまあ、せっかくだし久しぶりに遊ぼうよ。私たちも息抜きしたかったところだし。あ、いいね、何して遊ぼっか。お絵描き？海合戦？そうですね、少しくらい。いえ、依頼が山積みなのでやっぱりお断りします。遊ぶのはまた今度ということで。それでは。おお、断られちゃった。ルーちゃんも遊びたそうだったのに。まったく素直じゃないんだから。遊びたいなら遊べばいいのに。ねえ。もう、そういえばパメラさんって昔もメルベイユに来てましたよね。ええ、そうよ。あの時はシスターの研修を受けに来てたの。あの時は二人ともこんなにちっちゃかったわね。懐かしいわ。さすがにそんな豆粒サイズじゃなかったと思うんですけど。でも確か研修が終わったからって馬車に乗って帰っていきませんでしたっけ。なんでまたメルベイユにいらしたんですか？それも結構時間を置いて。どうしても聞きたい？はい、そりゃもちろん。そう、じゃあ話すわね。二人ともハンカチの用意をしておいてね。それは研修を終えた後の話だったの。
ふるさとに帰る途中で大きな町に立ち寄ったの。そこでお土産を買おうとしたのが間違いでね。なんとお金を使いすぎて預金が尽きちゃったの。はあ、まあそこで諦める私じゃないわ。なんとか預金を貯めてまた馬車に乗ったんだけど、今度は乗る場所を間違えちゃったみたいで、なぜかメルベイユに戻ってきちゃったのよ。なるほど、すっごくパメラさんらしい。あ、じゃあもしかして今お店を開いてるのって、ふるさとに戻る預金を稼ぐためよ。思ったよりしっかりした理由だったね。てっきり半分くらい気分でやってるものかと。まったく、すーちゃんたら失礼しちゃうわね。私だって気分だけでお店なんて開かないわよ。商品の仕入れとか売り上げの管理とか大変だもの。まあそれもそっか。だから私を助けると思っていっぱいお買い物していってちょうだいね。ねえ、珍しいものを並べてみたの。どこから仕入れたのかは、なんでしょう。シスター長、今相談に乗ってるとこだから。相談？娘が反抗期で言うことを全然聞いてくれないんです。シスター、私はどのように接すればいいのでしょう。そうですね、常に母親としてあるのではなく、時には
同じ目線に立つことも大事だと思います。共通の話題作りのため、お子さんが興味を持っていることを試してみるのはいかがでしょう。あの子が興味を持っていること？すみません、今子供たちの間で何が流行っているのかさっぱりわからなくて。若い女の子たちの間では作られた瞳という恋愛小説が人気のようですね。服だとルモニエルというブランドが、食べ物だとシュクールというケーキが今の流行です。あ、シスターお詳しいんですね。いろいろと調べていますので、ぜひ参考に。あなたと娘さんに神のお導きがあらんことを。はい、ありがとうございました。あの流行りの熟知っぷり、とても50代とは思えないわ。ですよね、シスター。見た目もすごい若いし。まさか影で生き血でもすすってるんじゃ。こら、スー、人聞きの悪いことを言うんじゃありません。流行り廃りを理解するのは悩みを聞く立場として当然のこと。見た目の若さは、見た目の若さは生まれつきです。さーて、仕事仕事。ちょっとクロエ、お待ちなさい。その態度、神が許しても私は許しませんよ。時々お茶目なところといい、シスターって本当に若いよね。歌ってると仕事もはかどるってもんだよ。それに何より
俺の美声を客に聞かせないのはもったいないだろう。いえ、まったく。スーは芸術ってもんが分かってねえな。まあいいや。で、今日はどうした？包丁が刃こぼれしちゃってですね。拾ったウニが硬くてさ、思いっきり振り下ろしたら包丁が負けちゃった。足りねえだろ。包丁はドンチじゃねえんだぞ。つってもいつものことか。包丁もそうですけど、お鍋も錬金釜も何回も直してもらってますもんね。そうだな。よく考えてみたら、うちにある金属製品ってほとんどハゲルさん作かも。確かにな。ジョーちゃんたちはそれだけお得意さんだってこったよ。ま、俺に任せときな。頼まれた包丁なら新品同然に直してやっからよ。わーい、お願いしますね、ハゲルさん。おいよ、ただその代わりって言っちゃなんだが、今度アトリエの窯に秘密機能をつけていいか。横のボタンを押すと火の色が変わるって。そんな無駄機能いりませんので、包丁の修理だけお願いします。チッ、遊び心もねえのかよ。勝ったよ、つまんねえな。ジョーちゃんたち、元気でやってるか。俺もちろん元気に決まってるじゃねえか。武器を作るのか。で、どれにするんだ。また来いよ。奇跡さえ編み越した
リリー&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術師